右に灯台は、アメリカ合衆国のハワイ州北西部、カウアイ島のリフエにある灯台である。22岬に立っており、コンクリートと木で作られている。86フィートの高さを持ち、灯台の頂上からは、西側に広がる、ナウィリウィリ湾を見渡すことができる。1850年に設立されたリフエプランテーションが、1897年に、この辺り一帯の土地を政府にリースすることで、灯台の建設工事が開始された。当初、灯台は木で作られており、初代の灯台守となったポルトガル人のマニュエル・ソーザが灯台に住み込んで番に当たった。1900年代初頭まで灯台周辺は自然の中で孤立化し、荒廃が進んでおり、灯台の機能は低下の一途をたどっていた。1904年、アメリカ合衆国によって改装工事が開始され、同年に灯台守となったジェームス・マクラフリンが力を尽くした結果、荒廃した状態から脱却した。灯台は1906年に完成された。1932年、コンクリートと木で作られた灯台が完成される。1953年に自動化されてからは、常勤の灯台種は置かれていないものの、定期的な見回りが行われている。リフエ空港灯台までは、自動車の場合、カプレハイウェイを経て、22ポイント道路を進み、徒歩の場合は、ホクアラやカウアイマリオットリゾートオンカラパキから行くことができる。西側には、22ビーチが広がっている。北へ 2km ほど行ったところには、リフエ空港がある。22ビーチの近傍には、リゾート施設、ホクアラティンバースカウアイが立地している。ありがとうございます。